はい、こんにちは。こんにちは。今回も鈴木弁護士と一緒に撮ってます。で、今回は我々修習がね、同期っていうことで、修習時代の思い出いろいろあるじゃないですか。はい。そういうのをね、話していきたいですね。それで修習っていうのが、あ、こういう感じなんだっていうイメージを持ってもらえればいいかなと思います。はい。で、早速なんですけど、鈴木さん、修習はどんな思い出ですか？修習は本当食べて、飲んでっていう思い出だけですね。まず修習で何やるんですか？なんか簡単に説明してもらっていいですか？ああ、修習ですか。はい。まあ、最初に導入修習というのがあって、うん、1ヶ月程度、座学をやった後に、検察官、裁判官、弁護士の修習、実務修習を2ヶ月程度ずつやっていき、はい、最後集合修習で2回試験の中で勉強していくっていうような流れになってます。はい。それをまあ1年ぐらいやっていくって感じ。はい。この、まあ、導入修習とかはクラスで一緒に授業を受けるんですけど、はい、そこのクラスが一緒だったんですね、我々は。はい、班も一緒だね。我々東京修習で、班とクラスって、まあ、どこでもあるから、はい。そう、班とクラスっていう別々にあるんですけど、それどっちも一緒で、いろいろね、仲を深めましたね。はい。で、鈴木さんは、食べて飲んでという話だったんですが、どういう生活だったんですか？いや、もう、収集中ひどくてですね。ひどくて。20キロぐらい太りました。ひどかったんです。はい。まあ、最初の導入収集の時とかは、はい、私の場合、あんまりクラスの人と飲みに行くっていう数が多いというよりは、うん、まだちょっと合格の、余韻で、うん、他の人に合格お祝いしてもらうっていうのが続いてるよね。ああ、じゃあ、先輩とかですか？そうですね、先輩とか、まあ、全事務所の先生とか、うんうん。もともと法人事務所の事務員が出た関係もあって、そのお祝いをしてもらったりとかも続いてます。そんなに忙しくもないですしね、収集も。うん、でも私的には、導入収集から結構辛かったです。辛かった、はい、何辛かったですか？でまず課題とかをやる時間がなかったんですよ、もともと。はいはい。だから課題をやってない段階で、導入収集に突っ込んでしまったので、はい、正直内容についていくのが大変。だし、記録も読んでないし、で毎日飲み会なので、記録も読む時間もないですし、周りの人とか聞くと、収集の同期と飲んだりするじゃないですか。はいはい、3時ぐらいまで飲んでて、で、まあ、どうせ やらないだろうなと思うんだけど、周りの同期朝まで記録読んできたって言ったものが、私の列の人とか結構いて。あ、そうなんだ。はい。優秀だなと思いながら、ね、見ながら、私は一切読んでなかったです。優秀な人多かったですよね。そうですね。クラスちょっと優秀な人多すぎたな。ついていくのが大変です。そうそう。やっぱりみんな、司法試験受かってるっていう前提があるんで、まあ相対的にこう学歴高いとか、勉強してきたみたいな人が多いと思うんで、うん、真面目だし優秀だなってイメージありました。修習の最初に行った日があるじゃないですか。はいはい。あそこにバス降りたら、みんなが修習生こう、中に入っていく姿を見て、まあね、多くの人が、みんな言ってたのが、全員司法試験受かってんだって言ってて、私もまた心の中で、こんな、みんな受かってる人たちが周りにいるなんてすげえって思って入ってったのが、懐かしい思い。いや、確かにすごいですよね。1500人ぐらい司法試験受かった人が集まるみたいな、ね。うん、私なんかも受かるの夢みたいな気持ちで、いたので、はいはい、こんな中で、みんな受かってしまった人たちもいて。ああ、なんかね、受かるの当然みたいな人もいます。すごい世界に来たなっていう気持ちで修習始まったのを覚えてます。でもやっぱ、なんだかんだ楽しかったですね。なんだかんだ楽しかったし、そんなね、優秀な人いるのに勉強しない会からスタートしましたけど。なんか僕は前の予備校で講師やって、修習の時に、あんまり飲み会とかもそこまで行けてなかったんですけど、でもたまに行く飲み会とかはみんなで飲んだりしたじゃないですか。うん。うん、本当楽しかったですね。自己紹介は覚えてます。鈴木さんの？いや、くだそう。僕の、うん、覚えてない自分で。いや、覚えてますよ。予備校講師やってますって。あ、言ってました？はい。そう。優秀だなって思ったうちの一人です。鈴木さんは、事務所の電話番号を言い始めた。はい。変わってるなと思いました。結構爆笑取れたなと思って。あ、そう、面白かったですね。はい、なんだろうと思ったら、アディーレの番号言ってるんで。はい。ふざけたことばっかやってました。結構、まあ、よく遊び、よく学びみたいな感じでした。そうですね、同期の周りには恵まれたので、一生懸命勉強する人が周りにいたので引き上げてもらって、おかげで特に2回試験とか苦労せずに合格しましたけど。うん。はい、2回試験、怖いんですよね、あれ。最初怖かったんですけど、周りのおかげで本当に、集合収集ぐらいの時には別に落ちるしないぞっていう気持ちで臨めました。
我々って東京修習じゃないですか。はい。で、なんか、結構、僕の受講生とかでも言ってるのが、なんか東京修習つまんないから地方行きたいみたいな、いるんですよ。それについてどう思います？東京修習。私はめちゃくちゃ楽しかったし、東京修習で良かったなって思うこといっぱいあります。いや、良かったですよね。はい。僕も東京修習で良かったし、本当面白かったなって思うんですけど、なんか、どの辺が良かったですか？人数が多いので、いろんな人に出会えるし、数が多いから、弁護士になった後も知り合った人数も多いので、あの時の先生とか、まあ同期なんですけど、どうも、こんにちはっていう感じで、事件の相手方になることもありますし、いろいろ聞ける人も多いというか。確かに人脈っていう意味ではいいですよ。はい。地方とかだと、本当に数人のとことかもあるじゃないですか。うん。でも東京だと、班のクラスも60人ぐらいいるから、もうそこだけで弁護士120、30人ぐらい知り合いいるみたいな状態なんですよ。はい。だからそれはすごいいいなと思います。みんながみんな仲良くなるわけでもないし、もちろん、少人数だから仲良くなるってわけでもないと思うから、大人数の中の自分の合う人と、仲良くなれるっていう感じが結構良かったですけど。まあ何も意識せずにこう嫌な人とは付き合わないし、好きな人と付き合うとかいうのを、角が立たない形でできるんじゃないかなと。まあでも60人くらいいて嫌な人とかはそんなに良かったですけどね。良かったです。こんなにみんないい人だった。いい班といいクラスに恵まれたって感じ。クラスに恵まれたんですよね、我々。いいクラスに恵まれた。噂いろいろ聞くので、トラブルとか聞くじゃないですか。はいはい。そういう意味では、本当にいいメンバーに恵まれたんじゃないかなって思う。ああ、そうなんだ。やっぱトラブルあったんすね。他のクラスとかね、他の班とかでトラブルとか、聞いたりとか、前後の木とかもそうです。はいはい。なんか収集中に漫画のイベントみたいに来ましたよ。あ、聞こえてきました。なんだっけあれ。あれはあれです。IT 系の。あ、そう、テック系のイベントとかあって、そう、収集仲間で行ったりしましたね。行きましたね。そういうのもすごい覚えてるな。じゃあちょっと聞いてみたいのは、はい。収集中の恋愛事情について、いろいろ気になってる人もいるんですけど、どうですか？実際あるんですか？班とかクラスで。いや、私はですね、収集の時にもうすでに結婚してたので、はいはい。そういうイベントには参加できなかったんですけど、周りどうでした？はい。もうなんか、検査収集から始まったんですけど、そう。検査収集始まった瞬間に、冬なんで、スノボ旅行行きますとか、そういう話いろいろ聞こえてきて、いや、いいな、青春だなって思って見てたのを覚えてる。実際ね、青春の成果もすごいあったというか、60人中ね、4カップルって言った。5組か。そう。だからそう、60人中10人、その場で付き合うみたいな感じでしたよ。その場で付き合うみたいな感じでしたよ。そう。まあ、しかも60人中20人ぐらいは、私も含めですけども、既婚者とか、まあ、年齢も高齢な方とかだと、そこに参加してない人もいるので、修行に、恋愛修行に、修行の恋愛修行に参加してないんで、はい。10名ぐらい付き合ったとか、そういう意味。いや、そう、すごいっすよ。うちらの班が珍しかったのか、やっぱり。さすがにあれは、仲良かった。ないんじゃないですかね。しかも、みんな一挙だった。はいはい。しかも、そのうちの過半数ぐらいは、相手いましたよ。おっとっとっと。あんま言わない方がいいから。そう、楽しそうな。楽しそう。絶対楽しかったです。ああ。まあ、実際、実務家の人と食事、に行けて、いろんな話聞けたのは、すごいいい機会だったなと思って。そうですね。ちゃんと収集の内容に入んないとね。そう。まあ最初、検察収集から始まって、で、私もそんなに検察を志望してなかったんですけど、検察志望 100% っていうので、パーセンテージで出すじゃないですか。はいはい。プールごとに、僕ゼロ。何を志望してますかみたいなのが出さなきゃいけないんですけど、そこで、検察 100% だとか、検察 30% だとかみんな書くんですけど、私はもう基本的に 100% で出して。あ、検察？検察 100% です。だから検察を目指してるグループとかの飲み会とか、LINE グループにも入れてもらって。ああ、いいですね、そういうのね。本当は目指してないけど。声をかかれば。で、そういうのにも入れてもらったりしてたので、はいはい。非常に、指導担当の人とかからも、いろんなところ連れてってもらいましたし、茨城出張とか行きました。あ、警察で？はい。出張中に指導担当の教官と、警察の人に車出してもらって、で、行きました。そうなの。検察収集面白いですよ。面白かったですね。やっぱ実際の取り調べるっていうのが面白いですよ。面白いって言っていいのか分かんないですけど、ほんでやりがいがあるっていう感じですかね。実際、ね、実務家になった感があるという。本当にね、僕も全然連絡取れない。被疑者の人いて、はい、千葉の自宅まで逮捕していきました。
あ、そうなんですね。そう、実際逮捕まで行かなかったんですけど、はい、そう、もう逮捕の一歩手前まで行くように操作してました。そういう楽しさもあったというかね、まあ、いろんな先生に聞けたりとか、うん、後半部の部長との飲み会とかもありました。特捜の、はい、後半部の部長が来るので、その方とお話しさせてくれるとかいう飲み会ありましたし、弁護収集の時は、最高裁で、山口敦司裁判官にお会いして、最初、めちゃいい体験まで行きました。めちゃいい体験する、ね。なんかさ、そんな感じで普段絶対入れない裁判所の中で収集したりするし、それは本当にいいですよね。じゃああれですか、恋愛もできるし、楽しいし、みたいな、最高みたいな感じでいいですか。まあ、すごい良かったんですけど、人生で最高に楽しい瞬間ってほどではなかった。まあ、それは、遊んでたからかもしれないですけど、一生懸命勉強してる人にとっては、まあ、初めて訪れるパラダイス。青春みたいな。青春なの遅ればせに来た青春みたいな。そう、なるかもしれないですね。なんで東京したんですか、ゆうさんは。もう結婚してたので、ああ、はい、あんまり行けないなと。行けないなと。地方意見になって。だから、一応、第一希望とかは、東京で。うん、うん。まあ、東京からそんな離れない位置で、いろいろ選んで。ただ、第五希望以降は、吹っ切れて、沖縄、北海道とか、そっち行ってもいいかな、みたいな。最悪ガチャで飛ばされちゃったら、もう沖縄行ったってなったら、まあ、妻にもついて行ってもらおうかな、いろいろ考えてました。いや、地方の沖縄収集とか絶対楽しいだろうな。いや、そうですね。8ヶ月ぐらい、リゾートで生活するっていうのは、なかなかないですもん。ずっと東京とか、その都市で働く人って多いと思うんで、そういう地方に行くのもね、いいかなって感じですね。なるほど。結構こういう動画出すと、みんなモチベーション湧いてくれるんですよ。収集ってそんな面白いんだってことでみんなやる気出してくれるっていうね。なんか結構 X とかで収集辛いみたいなあるじゃないですか。はい。そんなことないよって結構言いたいんですけど、はい、あんまり言うと叩かれちゃうんで、自分の動画で言うっていう。結構ネガティブなのありません？うん、なんかね、多分、いろんな小さいコミュニティとかに入って、合わない人との付き合いとかになってしまったりとかすると、大変だったりとか、はい、そういうことでなんか飛ばされたっていう用語でね、地方行ったとか言って、行ったから、経済的にね、厳しいにもかかわらず、まあ、地方に行ったせいで、就職の時に交通費かかってしまうとか、はいはい、いろんなネガティブな部分、が出てくる人もいるので、そういう人が結構辛いとか言ってるのかもしれない。ああ、金銭面はね、13万5千円ですから。うん。いや、厳しいですね。厳しい。13万5千円で、まあ、家賃手当で3万5千円出るんで、17万円はもらえるんですけど、そういうの厳しいですよね、もちろん。うん。普通に生活するっていう水準ではないです。うん。僕は普通に貸与金借りてましたけど、借りてました？あ、借りてます。あれ、絶対借りた方が良くないですか？無利子無利息で10万借りれるんですよ。で、はい、6年目から返すって5年間、据え置きなんですよ。いや、借りた方、経済的には借りた方がいい。絶対借りた方がいいですよね。そう、なんで借りないんだろう。散財してしまう債務整理者の、もっと一緒だったのかもしれない。でも、6年後の自分が払うんだから、全然良くないと思ったんですけどね。そうですね。ただ、私も弁護士1年目になるときに想像してたのが、なんか皆さん先輩の弁護士って稼げるって言うけど、はいはい、稼げなかったときのリスクとかが考えてしまって、年目稼げなかったときにその借金を作るって考えたら、結構やっぱ勇気いるんじゃないかなと。めっちゃ現実的な。なるほどね。あ、そういうことか。なんかそう、貸与金が毎月10万ぐらい借りれるんで、無利子無利息って。それ合わせると27ぐらいだから、まあ、一人暮らしとかだったらやっていきますよね。まあ、全然やっていけると思う。ただ、まあ、借りないっていう選択肢とか言うとすると、厳しいかったり。確かに。飲み会も多いですから。はいはい。そうなんですよね。飲み会多くて、なんか、貯金できるみたいな感じじゃなかったんですかね。まあ、僕とか予備校講師やってたから、まだあれでしたけど、そう、それだけってな、で、貸与金借りてなくて17万とか、結構苦しそうな人がいます。実際に。学生時代に奨学金借りたりとかしてたら、それの返済もあるじゃないですか。そう。それ考えたら、まあ、先輩弁護士たちの有収入の話、やっぱりリアルに受け止められなかったり、リスク考えちゃうと、まあ、散財しにくいっていうのはある。確かに。借りるのもちょっと
ね、はばかれるっていうのはあったりするかもしれないなと思います。なるほどね。確かに大学で借りて、ローで借りて、収集で借りたら、じゃあ1000万ぐらい背負ってる人もいるってことですよね。そうです。ああ、確かに。それは現実的になっちゃうかもしれない。いや、ちょっともうこれ以上は借りてっていうよりは、返すこと考えてってなると、気持ちもわからなくはないです。でも借金800万も900万も変わんなくねとか思っちゃう。そんなことないよ。そういう人が弁護士に向いてますね。そう。変わんないですよ。返せないんだったら800万も返せない。そう。まあでも、ま、神経質にならざるを得ない人もいっぱいいると思うので、それぞれの経済事情に合わせて、買いたいとか買えなかったりとかしてもいいと思いますけど。正論を言われました。って感じで、収集事情でした。はい、また次の動画でお会いしましょう。